山形学習センターで第1学期面接授業山形の郷土料理根弱短期を担当する石垣和江ですこの授業では昭和初期までの庶民の食生活に焦点を当てて先人の知恵と文化について学びながらこれからの私たちの食生活について考えてみましょうまた上杉藩の建物や和歌食物本造から 飢餓に備えた先人の知恵を学ぶとともに災害に備えた食料備蓄についても考えますさらに実際に調理し味わいます山菜と磨きニシンの煮物細竹の味噌汁菜田巻きという笹の葉に巻いて作る湯べしなど5月の食材を使った山形県の郷土料理です庶民の日常食の調理は至ってシンプルで見た目は地味ですが 十分に満腹感ののああるる味あふれるものです。この講義演習を通してあなたにとって後世へ伝えたい郷土料理は何かをご一緒に考えてみましょう。お待ちしております。